皆さんこんにちは。フィギュアスケートのペアで様々な大会で快進撃を続けている木原龍一選手と三浦璃来選手、りくりゅうの愛称で親しまれ、2人の息の合ったパフォーマンスは海外メディアも大注目するほどです。そんなりくりゅうペアですが、仲が良すぎることをきっかけに付き合っているのではと噂されているようです。フィギュアスケートのペアで実際に結婚へ至るケースも多いので、2人の関係が気になるところですね。今回はそんなお二人の関係性について調査してみました。また三浦璃来選手にハーフの噂もあるようですので、それも合わせてご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。木原龍一選手と三浦璃来選手のりくりゅうペアはとても仲良しです。木原選手の方が三浦選手より9歳年上ですが、年の差を感じさせないほどお似合いですよね。2022年3月の世界選手権では表彰状でメダルの掛け合いをしたり、2つのメダルを三浦選手の目に当てて笑い合ったりと、お茶目なシーンもありました。2022年2月の北京オリンピック頃から木原選手と三浦選手の仲の良さは話題になっていましたが、世界選手権ではさらにファンの注目を集めていたようです。 SNS 上では、メダル掛け合うりくりゅうかわいすぎないか、お互いの頬ポンポンしてるのかわいすぎる、りくりゅうのメダル授与式めちゃくちゃかわいかった、素敵と、2人の仲の良さで多くの人が癒されていたようです。その2人の仲の良さから世間では付き合っているのと噂になりました。そこで2人の匂わせを調べてみたところ、現在匂わせと言われているものはなんと13個もありました。その内容がこちら。1、恋人みたいなハグ。2、香水のプレゼント。3、クリスマスを一緒に過ごす。4、オフも一緒にゲーム。5、プライベートのツーショットが多い。6、滑る相性がぴったり。7、インタビューも息ぴったり。8、動きがシンクロ。9、三浦選手が綺麗になっている。10、ホームシックを支え合った。11、好きにならなくていいよ発言。12、お互いをリスペクト。13、フィギュアスケートのペアは交際、結婚率が高い。2人がどれほど仲良しかが分かりますね。この中でも恋人みたいなハグやプライベートを一緒に過ごしているというのが、木原選手と三浦選手が付き合っていると噂される理由かもしれません。ファンの間でも話題となっているのはハグの多さ。木原選手は三浦選手の前に2人ペアを組んでいたことがありますが、ここまでハグをしていたことはなかったそうです。お互いを称え合え、嬉しそうに抱き合う姿はペア以上の関係を考えてしまいますね。またプライベートを一緒に過ごしている写真をインスタグラムに投稿しており、これも匂わせと言われていますね。別の日に撮られた三浦選手の部屋の写真には木原選手の顔写真が貼られたうちわが飾ってありました。このような様子を見ると、2人は交際を噂されてもおかしくないほどの親密さです。木原選手と三浦選手は動きがシンクロしていると言われるほど相性抜群のペアです。その相性の良さはプライベートも一緒に過ごしていることで日々向上しているのかもしれません。仲が良く匂わせも多数ある木原選手と三浦選手ですが、結婚の可能性はあるのでしょうか。実はフィギュアスケートのペアはお互いを好きになるように指導されるようです。恋愛感情があった方が演技に入り込めるし上手くなるし、ジャッジから見る印象も良くなるので、恋愛をしなさいというコーチが多いそうです。ペアでの演技で接触は当然のことながら、お互いを見つめ合ったり顔をキス間近まで近づけたりと、恋人同士のような演技を行いますよね。相手のことを一番好きになることで演技の奥深さを出すことも必要なのでしょう。そういった演技を長年続けることで本当の恋人となり結婚というゴールまでたどり着くペアもいるんですね。フィギュアスケートのペアで結婚されている方は多く、日本人選手では井上玲奈さんとホルドウィンさんの氷上のプロポーズが有名ですよね。素晴らしい演技をした後での氷上でのプロポーズはとても感動的でした。フィギュアスケートのペアは日常生活も共に過ごすことが多く、
練習でも常に一緒に活動します。落ち込んだ時に慰め合うのも、いい結果の時に喜び合うのもペアの相手。そして氷の上で滑ることが大好きなのも同じです。フィギュアスケートのペアはお互いを好きになって当然のような気もしますね。木原選手と三浦選手がペアを組んだのは2019年8月5日、2023年でペア期間4年目を迎えるということになります。木原選手が以前ペアを組んでいた須崎美優選手とのペア期間は約4年間ですが、三浦選手とのペアの方が相性がいいように感じます。実際に2人が初めて一緒に滑った時からお互いに相性の良さを感じたそうです。好成績を残し続けていることも考えると、しばらくはペア解消の懸念もなく、このまま結婚へつながる可能性も高いのではないでしょうか。木原選手と三浦選手は正式に交際を発表してはいませんが、今後の進展に目が離せませんね。三浦璃来選手ですが、目鼻立ちがはっきりしていることからハーフなのではという噂があります。可愛らしいルックスで世間は演技中に釘付けになってしまいます。しかし三浦選手の両親について調べてみたところ、父親も母親も日本人であることが分かりました。韓国人や中国人に見えなくもないですし、何よりすごく美人です。そのためハーフなのではと噂が流れたのかもしれませんね。三浦選手の家族構成は父親、母親、本人、妹の4人家族となっています。父親は車関係の会社を経営している社長さんだということが分かっています。三浦さんは兵庫県宝塚市出身で、宝塚市の近くに株式会社三浦オートという会社があったので、ここではないかと言われています。一般人のため顔が分かるものは分かりませんでした。また母親も一般人のため顔は分かりませんでした。職業についても不明ですが、父親が社長ということですので、専業主婦もしくは一緒に仕事をしている可能性がありますね。妹は三浦選手より5歳下のようで、現在は高校生である可能性が高そうです。妹とはとても仲がいいそうですよ。いつか三浦選手がドキュメンタリー番組などに出演した際にお顔を見ることができるかもしれません。いかがでしたでしょうか。今回はとても仲が良く好成績を残し続けているりくりゅうペアの木原龍一選手と三浦璃来選手についてご紹介しました。いつお二人の交際発表が出ても驚かないほど木原選手と三浦選手はお似合いですよね。これからの活躍にも期待できそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。